川上町は岡山県中西部に位置し、広島県と境を接していた町。現在は合併により高橋市となり、町役場は高橋市役所川上地域局となっている。木尾高原に位置し大半は高原と山林で占められている。岡山県の中西部に位置し、町の西側は一部広島県に面している。高橋側につながる成和川支流である両家川に、 三沢川、岩屈川、大竹川の合流する地域周辺が町の中心部となっている。土地は石灰岩室で岩屋谷などには小乳道がある。また町内あちこちでアンモナイトの化石が採掘される。大賀の王妃は地質学上珍しい地層構造として国の天然記念物に指定されている。また町の西部に位置する岩高山にはキャンプ場、 自然公園があり、リゾートスポットとなっているほか、美しい雲海の名所で知られる。漫画で町おこしを行っており、年始に、漫画・年賀状コンテストを行っている。かつては、きび川上漫画グランプリを行っていた。また、きび川上ふれあい漫画美術館は大規模な漫画図書館であり、人気を集めている。漫画家の富永一郎は名誉町民として、 町おこしに関わっている。児童、生徒の英語教育に1990年頃から、熱心で外国語指導助手を3名程度招き入れ幼稚園、小学校、中学校、高校で教えられる体制を整えていた。しかし、高橋氏との合併後は1名体制となった。日々川上ふれあい漫画美術館。ありがとうございます。